That Ken Channel こんにちはサムライケンです、えー、前回の動画でやったギターの打ち込み、まあ、演奏ですね大変だったんじゃないでしょうかねもうなかなかコードの順番が覚えられないという人がたくさんいたんじゃないでしょうかまあその解決策としてですねそのコードの順番を演奏する順番に 並び替えるっていう方法があります最初はまあ手間かかりますけどね後が楽ですからもしなかなか順番にこう弾けないっていう方はそのコードの順番を変えてみてはどうでしょうかでは今回は楽器を増やすこととその編集画面の基本について説明したいと思います。どうぞ えまずは、えー、この画面で、えー、上の方に並んでいるアイコンの説明をしていきたいと思いますまずこのギターのイラストが書いてあるところですね、えー、ここから右にずらーっとグリーンの帯がありますがここをトラックと言いますそしてその中でも特に右側のグリーンの部分これをリージョンと言います では、このリージョンとは何かというと、曲のデータが入っている帯です。この詳しい内容は次回以降に説明します。では、あのトラックのですね、えー、境目の真ん中辺に縦の線が見えるでしょうか。これをビギにドラッグします。そうすると、このような画面になります。 で、一番左側、えー、なんかスピーカーのマークに似てますが、ここをタップすると、青に変わりますね。で、この場合は、この音が、消音になります。ここで再生をしても、音が出ません。次に、その、右側のヘッドフォンのアイコンですね。これをタップすると、今度は、他のトラックがいくつかあった時には、このトラックのみ、 音が出て、他のトラックは、えー、消音の状態になります。じゃあ、その次のヘッドホンの隣に、えー、そうですね、これは、えー、ちょっとスライダーみたいな、えー、レバーがありますが、これはボリュームですね。こう、ボリュームを上げ、下げたり、上げたりできます。で、その右側がギターのイラストになります。 それからですね、この一番下、左下の方に、プラスの記号がありますね。で、ここをタップすると、はい、こういう風に、また新しいトラックを追加することができます。じゃあ今回は、ピアノを追加しましょう。はい、えー、これでピアノのタッチインストルメントが加わったことになります。 で今回このピアノでメロディーを録音したいと思いますので発見と黒鍵がある普通のピアノの画面に変えます、えー、前回動画で紹介したように使いやすい画面に設定することをお勧めしますはいではメロディー符はこれになりますこれを弾いて録音しましょう これを録音する場合に、じゃあちょっと編集画面に戻しますね。編集画面は上の左から3番目、横棒のあるところをタップします。そうするとこういうふうに編集画面になりますね。で、この、えー、番号、1、2、3、4っていうのが上の方の帯に書いてあると思いますが、これは小節数を意味しています。 そして、ちょっと半分隠れてますが、これが、まあ、インジケーターですね。このインジケーターは、え録音したいところ、あるいは再生したいところまで持ってきて、例えば再生を押すと、そこから再生が始まります。録音の場合もそうですね。まあ、頭から録音したい場合はもちろん、上の巻き戻しを押せば、 この曲の先頭から録音することになりますそしてもちろん前回の動画でえ紹介したようにこのピアノのクオンタイズもかけましょう、えー、一応前回の動画を見てない方はぜひご覧になってください はい。ということで、えー、前回と同じように1 8分の1音符でコンタイズを設定しました。では、えー、譜面を見て録音したいと思います。えー、4小節はイントロで5小節目からメロディーが始まりますから、えー、ここから録音してもいいですし、先頭からやってもいいですね。では、録音しましょうか。 まず、発、え、見、ー、国権に戻します。そのためには、このトラックのピアノのイラストを2回タップします。はい。そしたらこれでメロディーを打ち込んでいきます。えー、これちょっとひ、もうちょっとあ高い方がいいですかね。1つあげましょうか。えー、では、えー、録音しますが、えー、メトロノームで録音が入る1小節前から、 4拍刻んでくれますのでそれを目安に録音しますではいきます1234今現在これは iMac で画面収録しているんでやはり iPad の音と、えー、この iMac から聞こえてくる音が遅延を起こしてて。 スピードが合ってませんからちょっと演奏しにくかったんですがでは一応聴いてみましょうか <music>、えー、とても硬いですが一応ねテンポに合わせて録音できてますねでは最後にですねこのプロジェクトを保存する方法ですねこれは 上の左端にある、えーまあ、iPad では MySongs って書いてありますね iPhone の方ではこう下向きの三角形ですかね、えー、これをタップして保存します、えー、じゃあ、I、iPad はこうしますともうこれで、えー、保存したことになりますで保存されると今見ていただくとわかりますが MySong 1とか2とか3とかねそういう風に 自動で名前が付きますので、この名前を変更することができます。それは、このアイコンをちょっと長押しして離しますと、はい、こういう帯が出てきますね。その中の名称変更をタップして、ここで、完了と。こうすれば、先ほどのものが、 ひまわりの約束ということで、えー、保存されました。ということで今回は新しい楽器のトラックを加えることを中心に説明しました。では、次回もお楽しみに